これが201号室です。同じように引き戸になっていますね。202号室と構造は基本的に似ています。いわゆる簡易ベッドがあって2つあの物を入れる場所があると、あのそれぞれ1人1個ってことですね。まあ、こんな感じでハンガーをかけて中に入れることができて、でベッドは、それぞれ他の部屋と一緒ですね。そしてボードがあって、お一人用お椅子があの備え付けて置いてありますので、あの面会の方とか使っていただければと。テレビもあのついていますので使ってください。で暖房の方もありまして、それぞれ一人一個ついているという形式なので、ぜひちょっとお使いになっていただければと思います。洗面台もありまして、こんな感じですね。トイレの場合はあの共同のトイレを使っていただく。で201号室の特徴になります。